さあ、オリックスですけども、今回の内容はですね、広島カープとのここ2日間のファーム戦を振り返っていけたらなというふうに思います。まあ、この動画をね、撮影しているのが、3月の26日ということで、今日はですね、あの2軍の試合、まあ中止ということもあってですね、昨日、そして一昨日の試合で、まあこう目に留まった選手というか、この選手はどんな感じなんだろうみたいな感じでですね、いつも通りこう振り返られたらなというふうに思いますので、まあ2軍の試合なんでね、まあそんなにこう追っかけてないよっていう人もいるかもしれないんですけども、最近ね、ニングの方も開幕しまして、主力の選手もいますし、非常にこう伸びしろのある若い選手もいるということで、それぞれですね、まあどういう感じで試合に出ていたのか、個人的に映った感じでですね、お話できたらなというふうに思います。で、まずはね、あの日が浅い順というかね、近い順からご紹介できればということで、昨日ですね、3月の25日、土曜日の試合がオリックスと広島で行われたということですけども、5対0でオリックスが勝ったということで、スタメンご覧の通りでございます。福田周平選手であったりとか、太田選手、そして、まあ、東投手らがですね、まあ、一軍にこう、伺えれるような戦力なのかなというふうに思うんですけども、この日もですね、紅林選手は出ずにということで、まあ、2軍の調整どころかですね、試合にも出ていないので、まあ、一体どうなのかなと、どうしたのかなというような、感じなんですけども、ね、別に一軍に合流したわけでもなくということなので、まあ、ちょっと疲労回復なのかなとか思ってたんですけど、まあ、スタメンとしてはご覧の通りでございます。まあ、4番サード内藤は、今年1年間はもう固定なのかなということで、出るときは大体4番サードなんじゃないかなっていうことで、思いますけどもね。で、先発ね、東投手ということで、まあ、非常にこう注目してました。前回侍ジャパンとの試合で、まあ、めった打ちされてたので、まあ、相手がね、広島の星2軍っていうことで、ちょっとまあグレードとしてはグッと下がると思うので、まあどういう投球をするのかっていうのは、すごく注目してましたし、ああいうこう一回の炎上で、なんかね、ガラッと悪い感じでこう変わってしまうというか、大変身してしまうっていうのは、まあ昔で言うと神戸投手であったりとか、西武に移った長薬投手とか見てたら、わかるので、なんかそういう風にならないのかなっていうところでね、注目はしてましたけど、以降はね、3イニングを辻垣投手、残りの2イニングをですね、小木田投手と漆原投手でまあ分けていったというような展開でございました。一方広島の方はですね、ご覧の通りでございます。まあ相変わらずこう若手中心というかですね、この中でもやっぱりここ最近すごく話題なのが育成のですね、中村選手、ルーキーのですね、中村隆弘選手ということで、まあこのチャンネルでもですね、あのドラフト候補として九州担当のね、オリックスのスカウトがすごいこう絶賛をしていたということで扱ったことはあるんですけども、めちゃくちゃ打ってるんですよね。1軍では田村選手が、2軍ではこの中村選手がすごい打ってるということで、まあ九州産業大学の選手ということでね、なんか育成とかで取ったら面白いのかなと思ってたんですけど、まあ、オリックスとは縁がなかったこの中村選手が非常に話題になっているので、まあこうどういう感じでですね、投手陣が抑えるのかっていうのは注目をしておりました。で、先発がね、野村投手ということで、なんかちょっとわかんないですけど、野村祐介投手って2軍にいるような選手じゃないと思うんですけど、まあ怪我明けとか不調とかいろいろあるのかなとは思うんですけど、まあ5イニング投げてですね、残りを3人で回っていったというような、内容でございます。そんな中で個人的にですね、注目した選手、まず投手からご紹介できればと思うんですけども、まあ松間投手ですよね。はい、まあ42球被安打1ということで素晴らしい投球内容でございました。これで、イニング4回ですから、だいたい1イニング10球ぐらいですよね。で、さっき言ったこの話題の中村選手をもう完封してるんですね。ことごとく抑えてということで、まあ、素晴らしい内容でございました。で、侍ジャパンではやっぱり2回7失点フォアボール4だったんですけど、まあどうしてもこうデッドボールは、できないと、当てたらもうとんでもないことになるということで、まあインコースはどうしてもこう攻められないっていうので、外一辺倒になってたので、しかも侍ジャパンということを考えると、正直その抑える術がないというかですね、ちょっとやっぱ厳しいですよね。いくらなんでもそれは東投手だからっていうわけじゃなくて、状況的にやっぱ厳しいと思うので、まあ、その辺考えると、まあ、仕方がないのかなと。むしろ、今日のような内容、特にこう、話題の中村選手をグッと抑える感じっていうのは、東投手見ててもですね、すごくいいのかなっていうふうに思いますし、まあ、二俣選手とかですね、林選手とかも、まあ、割とこう、一軍で、それなりに、こう、なんていうんですか、名前が上がるというか、全然二軍の選手ですけどもね、一軍見ててもおかしくないような選手も全然抑えてるので、まあ、その辺考えてもですね、すごくいいんじゃないかなというふうに思います。で、中村選手にはですね、もう第一打席はですね、もうインコース一辺倒で3球で三振なんですよね。すごくいいなっていうふうに思ったのと、2打席目に関してもまあこう粘って粘ってみたいな感じでね、平行のカウントに
なったんですけど、しっかり粘りがあって、抑えてということだったので、まあ、東投手自身はすごくいいんだろうなっていうことで、一軍で顔を出す瞬間っていうのは、まあ、全然あるんだろうなというふうには見てて思いましたね。で、一方、野手なんですけども、まず一人がですね、山中選手ということで、この日は猛打賞ですね、4の3ですけども、まあ、本来であればセディーニョがファースト守ってることが多かったんですけど、まあ、一軍にね、上がっていたということもあって、山中選手が出場しましたけども、まあ、T さんがね、最近こう一軍合流するというか、まあ、復帰してみたいなこともあってですね、このファーストの争いみたいなところも、まあ、ベテランとかですね、外国人のところに、まあ、ファーストのスポットハマるケースがすごく多いので、まあ、こういう T さんがいない、セデンが上に呼ばれているみたいな時に、山中選手ってすごくチャンスなのかな。もちろんね、DH っていう選択肢も、ありますけども、やっぱこう守備をついてってことになると、こういう状況が重ならないと、なかなか育成っていう立場上ですね、チャンスはないのかなというふうに思ったので、ここでの4の3っていうのはすごくこう支配下には近づいたんじゃないかなというふうに思いますし、まあ茶野選手もですね、ここ最近支配下になって、おそらく育成の選手も、俺もっていう感じになってると思うんで、その辺考えてもですね、まあ、非常にこういい活躍だったんじゃないかなというふうに思いますね。で、2人目が源健大選手ということで、まあ、この日は3の0ということで、未だですね、2軍が開幕してからヒットっていうのは1本も出ていないというような状況なので、まあ、ちょっとこう心配というかですね、どういう感じなのかなと、まあ、高橋コーチとですね、二人三脚でやってるとは思うんですけども、まあ、遅咲きというかですね、しっかり時間をかけてゆっくりこう階段を登っていくっていうタイプなのかなとは思うんですけど、まあ、内藤選手とか、北選手とか、野口選手とか、まあ、入ってね、それなりに、源選手と同じぐらいの期間で、プッとこう、顔を出してきてる選手もいるので、そういうことを考えるとですね、ちょっとこう焦っていてもおかしくないのかなということで、まあ、若干こう心配な部分ということで、源選手もご紹介しました。そして3人目がですね、福田周平選手ということで、この試合終わってからですね、打率がまあ4割ということで、やること全くないので、どうなんですかね、2軍にいるような選手じゃないので、開幕スタメンなのか、ベンチ入りは確実だと思うんですね。2021年、中島監督が就任してから、まあ、佐野皓大選手を抜擢するとかで、開幕2軍で迎えてましたけども、まあ、2022年はね、しっかり開幕スタメンに決起してということで、まあ、野口選手も台頭してきてですね、どこで出るんだみたいなことがありますけど、まあ、周平がですね、なんじゃかんじゃで開幕スタメン、プッと名前が上がってるっていうのは全然可能性としてはあるので、打率4割、2軍とはいえですね、高水準の成績を残してて非常にご安心をしたというような内容でございました。そしてですね、1日また前に遡ってですね、3月の24日、今度は一転して広島に8対0で破った試合なんで、オリックスのスタメン、ご覧の通りということで、もうほぼ変わらないですね。クレバリ選手がいるかどうかみたいな、ところがありますけども、なんといっても先発が鈴木投手ということで、もう4回ちょっと投げて、残りをですね、3人の投手が回っていったというような展開でございます。そして、広島のスタメンも変わらずでございます。まあ、2軍はね、始まってということもあってですね、まあ、ほとんど変わっていないというような状況でございますけども、先発がコルニエルというね、新しい助っ人外国人かなとは思うんですけども、まあ、この投手がまあ投げたというような内容でございます。そんな中でですね、投打で今回ご紹介できればなというふうに思うんですけども、まずですね、投手というご紹介しますけども、鈴木投手ですね、4回途中97球で8失点ということで、フォアボールは3つなんですけど、まあ3つも多いかな、被安打11ということで、シンプルに炎上してるんですね。もうシンプル炎上でございますけども、やっぱこういい日と悪い日があって、悪い日の方がやっぱ可能性が高いのと、悪い時はもう手がつけられないというか、もうどうしようもないですね。とりあえず打たれるまで待つみたいな感じになるぐらい、ちょっとこう手が負えないというか、なんかそんな感じになっちゃってるので、どうなんですかね。例えば初回の宇津木選手にですか、全球ストレートでフォアボールなんですね。粘り負けで。はい。で、その後も、ストレートを痛打されたりとかですね。もう基本やっぱ打たれてるのはストレートなんですよ。だからやっぱ軸となるストレートがボコスカ打たれてるので、ちょっとやっぱ厳しいですよね。で、一軍で狙えるとしたら、やっぱ配線処理とか、ロング要因、去年でいう超躍投手みたいな立ち位置なのかなとは思ってるんですけど、どうなんすかね。この感じ、やっぱりこう、東投手も良かったりとか、まあ、黒木投手とか、やっぱこう、ローテは絶対に入れないと思うんですよね。このままだったらね。なので、まあ、リリーフ陣の層も厚いっていうことを考えると、ちょっとやっぱ厳しい、ね。2回もですね、やっぱ基本ストレートをガンガン打たれてるんですね。フォアボールもストレートだしっていうことで、やっぱり、軸となる直球がもう点でダメっていうことだったので、ちょっとこの日は本当にきつかったんだろうなっていうような、感じで見てましたね。で、当初は以上なんですけど、野手
詞はですね、残り2人ご紹介できればと思うんですけど、まずね、25日の試合でも紹介しましたけど、福田周平選手ですね。この日、マルチということで、2本ヒット打ってまして、まあ、2軍で何やったら調整してるんじゃないかっていうね、そういう説もあるぐらいですよ。1軍じゃなくて、2軍ね、まあ、野口選手もおるし、1軍で中途半端に出すよりかは、2軍で頭から出した方がいいんじゃないかっていうことで、まあ、ベテランやし、どっちでもいいんじゃないか、できるんじゃないかっていう説もありますけども、この辺はどうなんでしょうかね。蓋開けてみないとわからないですよ。で、2人目がね、紅林選手ということで、この日ね、3の0だったんですよ。どうするんですかね、これ1軍に合流するのか、ベンチでも開幕入りするのか2軍で調整するのかマジでわかんないですけど、うん、まあ福田周平選手みたいな感じで開幕はベンチでも最低限入るっていう見方もできますけどもね、この辺はちょっとどうなんでしょうか。はい、ということで今回の動画ではですね、ここ最近直近のですねファームの2試合振り返ってみたわけですけども、やっぱ個人的には先発の東投手と鈴木投手、野手で言うとやっぱ福田周平、紅林、このあたりがやっぱ注目したよという話でしたけども、皆さんね2軍の試合追っかけれてないって方はこの動画を通じてですね、何かもし思うことありましたらぜひコメント欄の方に残してもらえたらなというふうに思います。ということで今回の動画は以上とさせていただきます。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。次回の動画でもオリックスについて語っていこうかなというふうに思っておりますので、チャンネル登録そしてグッドボタンお忘れの方は何卒よろしくお願いいたします。それでは今日もありがとうございました。